浜さん、お願いいたします。飲めなくなった。
省が押し上げていたということがありますし、まあ、何かにつけてちょっと距離を置こうとしているような感じもありながらも、でもやっぱりいざという時にはアフガノミだなというふうに思って、アフガノミスの男というふうに呼んでいたのでございますが、そのうち、まあ、それもそれはそれでいいんだけど、この人なんか誰かに似てるなというか、誰かを連想させるものがこの岸田氏には常につきまとっているなというふうに私としては思っていて、それは誰だろうというふうにあれこれ考えているうちに、はたと思いつきましたのが、こいつは船侍だ、ということに今気がついたのでございます。船侍というのは皆さんよくご存知だと思いますけれども、忠臣蔵ですね、この、まあ、まあ、正確に言えば忠臣蔵の奏手本忠臣蔵という、歌舞伎の演目の中に出てくるのがこの船侍という言葉でございます。まあ、憎き吉良康介の助がですね、浅野匠頭に対して、お前はこの狭いちっちゃい井戸の中をあっちへふらふら、あっちへふらふら、何にもわからないで、うろうろふらふらしている、何にわからんうちになろうであると、お前はこういうのは船だな、お前は船だ、船だ、船侍じゃと言って、浅野匠頭をいじめ上げると、そのシーンが、まあ、出発点となって、松の廊下の、まあ、人情だったりを読むと、こういうストーリーラインになっているわけでございます。それを思い出してしまったんですね。岸田さんという人もそうだなと思って、この自民党というこの狭苦しい、暑苦しい、暗い井戸の中で誰かにヒュッて背中を押されると、そっちへフラフラと言って、向こう側でお前こっちじゃないあっちだよって言われると、またフラフラフラとあっちに行ってしまう、というこう極めて無定型に、このこうあっちへフラフラこっちへフラフラしているやつだ、というふうに思って、あ、これは船侍男であったというふうに認定をした次第で、まあ、ございます。で、実を言えばこの船侍男、そういうこの、無定型なこの、まあ、確たる、この信ずるところがないものが政治のトップに立つというのは、これほど危険なことはないと私は思います。これが一番立ちが悪いと、思います。アフガミスの大将は本当に筋金入れのワールでございましたが、まあ、人に口なしだから何でも言えるみたいな感じですが、でも彼にはやっぱりその自分がやりたいことがあったがゆえに、保身のために、こうちょっと、こう当面はこの話題はやめておこうとかですね、そういう計算が結構、こう働いて、こう、まあ、批判をこう何て言うんでしょうね、回避するっていうようなところがありました。でもこの船侍男のように、その自分の思想心情がないものっていうのはですね、そういう保身のための損得感情さえ働かないので、言われた通りフラフラと言ってしまうと。でこの調子でフラ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 と本当にこの敵地攻撃に我々がこの駆り出されるというようなことになったら大変なことでございますので、この船侍男は非常に危険な存在でというふうに今私には思えてならないのでございます。でそうですね、自民党の中で背中を押されてるだとは申しますけど、このところはもう本当にアメリカにバイデン大統領に背中を押されて、お前あっち行けって言われたもんで、安保さん文書が出てきてしまったというようなことになっていると思います。ことほどさように、この人は極めて、まあ危険な存在であるというふうに思います。で、まあ、アフナドミクス男もそのまま生かしたい、残したいと思いますけれども、この、まあ、アフナ侍男の方もですね、ぜひこの言葉の普及に皆様にご協力をお願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さてさて、それで、このアフナ侍男の話をそこまでですが、じゃあ次に憲法の説明は何かというところに進んでいきたい、と思います。私はデモの資料にも書いてあります通り、日本国憲法の説明はグローバル憲法、と言っていい
グローバル時代を、人類にとって良きものにするために、持つ必要のある心構えかということを、この日本憲法が、その前文においてですが、実に鮮明に、実に明確に、実に感動的に、示してくれているというふうに今思います。その意味で、この日本国憲法は時代遅れどころか、時代錯誤どころか、最もこの21世紀という時代にふさわしい、憲法であるというふうに思います。だからこそ、ありがとうございます。だからこそ、この憲法は世界の、人類全てが共有すべき憲法である。その意味でグローバル憲法というふうに呼びたい、そう考えている次第で、ございます。そこでですね、そのグローバル憲法の教えは憲法全文に集約されているというふうに書いていまして、お手元資料のこの下線を引いた3つの部署ですね、最初は冒頭のところ、それから途中、これは線に、途中中盤ぐらいのところの一連の下り、そして一番最後の下りでございますが、この3つの箇所から我々は何を学ぶのかということを3点目といたしまして、憲法全文が教えてくれる3つのこと、というのに進んでいきたいというふうに今思います。まずこの憲法全文の一番冒頭のところからちょっと抜粋になりますが、諸国日本国民はということですが、諸国民との共和による成果を確保していく、ということを訴え上げております。諸国民との共和、協力してありますということですが、この諸国民との共和が成果を生むという、果実を生むという、この感性は実にこのグローバル時代にふさわしいものだというふうに思います。国境を越えて、この民族を超えて、人々が協調し共同共に働く、そのことが生み出す、果実をみんなで分かち合うと、こういうふうな、形でグローバル時代というものが、進んでいけば、それは本当に人類にとって、素晴らしい時代になると思います。誰も一人では生きていけない。誰もが誰かを支えていて、誰もが誰かに支えてもらっていて、この実感を全人類で共有しながら歩んでいけば、そこには恒久的で、そしてこの地球的な平和がやるんだというふうに私は思います。残念ながら今はそれと逆の方向に行きかけているというか、かなりの程度逆の方向に持っていこうとする政府が力を持っていると、持ってきてしまったということが言えると思います。冒頭の解説にもございました、ロシアのウクライナ侵攻があり、そして悲惨なイスラエルとパレスチナの対立がありということで、なかなかその諸国民との共和の成果の確保というところに今極めて近づきそうだったものがぐっと引っ張り戻されてしまっているというような感じを持ってしまいますが、それではダメだということを日本国憲法全文が今我々に語りかけてくれているわけでございます。これぞまさに経済安全保障、この諸国民との共和の成果を確保するというこのフレーズこそが経済安全保障という言葉の真の意味だというふうに私は確信をいたします。経済安全保障というのも非常に嫌な、このニュアンスで盛んに使われる、ようになっておりますよね。我が国の経済の安全を保障する、そのためには、このあんまり外から物が入ってこないようにしよう、あんまり外にいろんな技術、や、ノウハウを提供しないようにしよう、自分のこの領域に引きこもって、自分の自力で自分の安全を、経済的安全を確保しようという、こういうのが経済安全保障の、論理だというふうに、言っているのから言われます。もう極めて国粋主義的、国家主義的に経済を扱おうとすると
というのが私が見るところ、この経済安全保障という言葉の個人的な使われ方でございますが、でもそうではない。本当の経済安全保障というのは諸国民との共和の政府の確保であるということを四国憲法の全文が堂々と我々に教えてくれているというのは、なんと素晴らしいことかというふうに今思います。それが1点目でございますが、2点目、憲法全文が我々に教えてくれているのは、そこの部分もやはりちょっと抜粋しながら、読み上げますればですね、日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。これは本当にすごいことだというふうに思いますね。相手が公正であり、相手が真偽に満ちているということを信頼しきって、そのことに、自らの安全を、そしてなんと生存、命までをも託してしまうということを、そう我々は決意したんだと、この日本憲法全文は宣言をしているわけでございます。相手が真っ当な、人だ、人々だということを全面的に信頼して、その相手の真っ当さに我が命を託すというこの素晴らしいこの勇気とこの臨然とした宣言であると、私はこれはそういう意味で本当にすごいなというふうに思います。ものすごくその相手をこれだけ信頼するというのは非常に勇気のいることでありますが、それをやるんだと決意したんだと宣言してしまっているというこの魂の清らかさといいますか、まあ、それには本当に、感動するほかはないという感じでございます。だから、この相手の真っ当さに今全てを託すという、これこそが本当の意味での、この積極的平和主義であるというふうに言って間違いないと思います。この積極的平和主義という言葉も、経済安全保障という言葉と同じように非常に、妙な、形で使われておりますね。これアブノミクスの大将がとても好きな言葉でございまして、要するに、この、まあ、平和を守るためにより積極的に我々はならなければいけない、より積極的に、自らを防備することによって、この世は力によって強さによって平和をもたらすんだ、これが積極的平和主義だというふうに彼は言うんですが、全然それはその本来の意味とは、完全に正反対だというふうに私は、確信して、やみません。で、面白いことにというかですね、まあ、面白いというよりは、まあ、そうだろうなと思いましたけど、このアブノミクスの大将がですね、ある時ネット上の、まあ、トーク番組の中で日本憲法クソミソに言っていたということがありまして、それは私直接見たわけではでも後からその内容を確認いたしましたが、教えてくださった方があって、この日本国憲法は実にくだらない憲法ですよ、と彼はそこで言っていました。で、彼が一番くだらない、ここが一番ダメだと言っているのがまさにこの箇所です、この、まあ、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して相手に自分の安全と生存を委ねるとはいかなることか、こんな弱腰の、こんなに無責任な、宣言はないと言って、まさにこの私が一番素晴らしいと思っている箇所を一番彼がクソミソに言っているということを知ってですね、まあ、ある意味ではちょっと嬉しかったところがございました。下手にアブノミクスの大将と意見が合っちゃったりすることもあるというふうに密かに思ったりすることもあるんでございますが、ここでですね、もう絶対意見が合うことないということを、確信することができて、よっしゃっていう感じでございました、やっぱりそういうことになるんだなということをつくづく考えた次第でございます。そして、さて今この日本国憲法全文が我々に教えてくれている3つ目のこと、これはもう一番この、まあ、全文の最後の
政治指導者たちもそうですし、習近平氏もそうですし、で自民党のこの、まあ国防派、というか、国家主義者たちはみんな完全にそうですよね。ここにこう書いてあるじゃないかと、もちろんドナルド・トランプはその典型でございますけれども、この自国自分さえ良ければ自国さえ良ければダメなんだ、ということがこの憲法の中に宣言されて、憲法全文の中に宣言されているわけでございます。で、まあ、これを聞かせたい人々は世の中にたくさんいるわけですが、そのこのフレーズを聞かせたい人々には決定的に欠けているものが、3つあるというふうに、私は思います。この言葉を聞かせなければいけない人々に欠けている3つのもの、それは何かというと、それは目と耳と手でございます。どんな目、どんな耳、どんな手かといえば、目は涙する目、人の痛みを我が痛みのごとく受け止めてもらい泣きをすることのできる目、もらい泣きの涙を流せる目、それがこの人たちには欠けているということであります。そして耳はいかなる意味かというと、それはすなわち傾ける耳、傾聴する耳です。人の訴え、人の叫びをしっかりと聞き取る、どんなにかすかな悲鳴でも助けを呼ぶ悲鳴は必ずキャッチする、どんなこの、まあ一見して分かりにくいようなこの、訴えでもその真意をきちんと聞き分けることのできる、聞く耳。船さんのない男は、まあ、聞く力が自分の強みだとか、言っておりますが、誰の、言うことを聞く力なのかっていうことが、これまた、まあ、一番最後に会った人かもしれませんね、船侍だから、という感じでありますが、そうではなくて、どんなに小さな悲鳴でも聞き漏らさない、傾聴する耳、これもまた、このワカラアーズや、たち、に欠けているものでございます。そして最後の手は差し伸べる手、惜しげなく救いを求めている人々、弱者たちに対して差し伸べる手でございます。これもまた到底そのようなものを、この弟子からの奴らは持ち合わせていない、どっちかというと弱者を押しのけるという感じだというふうに今、思います。というわけで、涙する目、傾ける耳、差し伸べる手、この3つのものがなくちゃダメだということも、この憲法全文のメッセージに今の中に流れている、そういうふうに言って間違いのないところでだというふうに今思うところでございます。ではこれらの教えを踏まえながら先に進むということになりますと、はい、ここで、聖書に見える正義と平和の開き合いというテーマに今行きたいと思います。先ほども申し上げました通り、私はカトリック信者でございますので、いろんな、まあ、この数多くのインスピレーションを、聖書の中から得ております。経済問題を考えるときに、あるいは安全保障問題を考えるときに、これほどまで、聖書の中に示唆があるというふうには、結構あんまり思って、おりません、でした、が、まあですね、この、まあ、エコノミスト、としての仕事、が長くなればなるほど、この経済活動というもののあり方に関する本当の答えが聖書の中の随所にあるなということをこう、まあつくづく、まあ感じるようになっています。この、まあ、エコノミストとしての、年季を重ねるほど、びっくりするぐらいそういうふうに、なって今日に今至っているので、まあ、ございます。経済というと金とかとかくも、金欲、この強欲人間、強欲資本主義が人間性を踏みにじるというような世界ではないかと、そういう世界についてカトリック信者がこの、まあ、そこを専門にしていいのかっていうようなことがお考えになる皆様も、あるいは少なくないかもしれません。
しれない、そういう矛盾や不安を抱かないだろうかと、思われる方もおいでになるかもしれないと思いますけど、意外や意外全然そうじゃないっていうことが、もう最近になってその確信を非常に深く、深めておりまして、それはとても、まあ、私として、幸せなことだなというふうに、思って、まあ、おります。で、こういうここまで申し上げたので、ちょっとこの話に、突っ込む前に、ややあこの、まあ、手前味噌な、お話をちょっとさせていただきますとですね、本日ありがたいことに皆様にお配りくださりました、資料の中にこの私が、あと2人の方と共著で書かせていただきました延辺暴動に分け入るフランシスコ教皇の警告、という本のチラシが、ございまして、後で販売もあるのかな、というようなこともしらりと聞いたりしておりますが、それがとにかくといたしまして、この延辺道と延辺というのはもう地の果て、ですね、へりの部分、という本当に世の中の地の果てに追いやられてしまっているような、不幸な労働状況に置かれている人たちに目を向けようという本でございまして、教授さんが、雨宮かりんさんと、清水直樹さん、でお二人とも素晴らしい、人権活動家でいらっしゃいますが、その3人でこの、まあ、端っこに追いやられた、労働者たち、をどう救出するかというのを、書きました。で、そのこの、まあ、プロジェクトに参加させていただいたことで、私はそのカトリック教会の一番、総本山のトップにおいでになる、この、教皇様、フランシスコ教皇の考え方を改めてこうちょっと勉強する機会を得たのでございます。で、その中でいかにその教皇様が延辺に追いやられている弱き、弱者たちに思いを馳せられているかということがはっきり分かりました。ことほどさようにですね、この聖書の世界、このキリスト教の世界は実に経済の在り方、これが経済活動の本来の姿だということを我々に訴えかけてくれているというふうに、まあ、思うのでございます。まあ、そんなわけで、いろんなこの示唆を、聖書の中から得ながら、私も、まあ、経済の勉強を続けているということでございますが、そのさまざまなインスピレーションを得たさまざまなフレーズの中に出ているさまざまなフレーズの中にこういうのがございます。慈しみと誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う。これはそこにも書いてあります通り、詩編、詩編というのは神を讃える、歌、詩、ポエムですね、を、まあ、集めた、聖書の中でも旧約聖書、という、に収録された詩集、でございますが、旧約聖書というのはこの古代ユダヤ教の世界を物語っていて、新約聖書というのは、イエス・キリストが登場してからの、この彼の布教の活動、そして、貼り付けになるまで、まあ、その後の方の人たちの、布教の話もありますが、そういうキリスト国の話、でございます。で、それに対してこの詩編は旧約聖書の中の85番11節、ね、というところで、慈しみと、誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う、いうふうに書かれております。これは非常に素晴らしい美しいフレーズ、ですよね。慈しみと誠が巡り合い、正義と平和が抱き合う、これを聞けばなんと素晴らしい、言葉か、本当に詩的なフレーズだと思いますが、ところがですね、よくよく考えてみると、この慈しみと誠が巡り合い、正義と平和が抱き合うということは、実はこの、人間の世界、人間が今生きているこの、地上の世界、においてはですね、慈しみと誠が巡り合うのは実に難しくて、ましてや、正義と平和
平和が抱き合うというのは非常に非常に困難なことだということにふと気がつきます、天の国、に神様のもとでは、慈しみと誠は巡り合うことができ正義と平和は抱き合うことができるというふうに今、言えるのだと言えるわけですけれども、しかし我々が今生きている現実の中ではどうだろう、実はですね、慈しみと誠は巡り合うどころかすれ違い、正義と平和は抱き合うどころかいがみ合うというふうになってしまっていると言わざるを得ないのではないでしょうか。それをこの、改めて我々にもう非常に生々しい形で、示してくれているのが今のイスラエルと、パレスチナ、の対峙の構図ですよね。それぞれが、自分の誠を貫徹しようとすればするほど相手に慈しみを持つことはできない。相手がこれが自分の誠だと主張していることに対してそれとは違う誠を持っている、こっち側は決して慈しみを持つことなんかできるわけがない、慈しみどころか憎しみに満ちて、この殺戮を繰り返すというようなことになってしまっているということが、まざまざと見えてくるわけ、で、ございます。そしてまたイスラエルもパレスチナも、まさにこれが我が正義だというふうにお互いが主張し合っている限り、そこに正義と平和が抱き合うという構図はどう考えてみても出てこないということになってしまうのでありますよね。誠と誠が衝突し、正義と正義が打ち当たりお互いを破壊し合うというそういう現実が本当にこの今我々の目の前で広がっていくと言っているということでございます。ことをロシア対ウクライナに至っては、ウラジーミル・プーチンの方に誠とか、この正義とか平和とかそういうものに関する観念はないんじゃないかというふうに思うので、この構図とはちょっとまたさらにちょっと違うおぞましさがこの我々の目の当たりで彼がそういう姿を見せてくれているとこういうことが言えるのかなと思います。そのこととの関連でちょっと今思い出しましたことがあるので、これもちょっと付け加えさせていただきたいかなと思うんですが、このさっきのそうですね、経済とは何か、経済活動とはいかなるものか、と選手の指令の関係に、全く矛盾はないということを申し上げていましたが、それをですね非常にこの的確な形で、我々に示してくれている、経済学者が、おります。その人の名は、皆さんよくご存知のアダム・スミス、でございます。アダム・スミスが、この国富論、国の富を論じる、と書いて国富論でございますが、その本を書いたと思って経済学というものが誕生したというふうに言われているのが、アダム・スミス、でございますが、アダム・スミス、が発した、もうほぼ誰でも知っている有名な言葉として、見えざる手、見えざる手というのがございますよね。で、この見えざる手というフレーズはあまりにも有名になったものでですね、もう尾ひれ、胸びれがつきまくりきってしまって、神の見えざる手とか、市場の見えざる手、マーケットですね、の見えざる手、というふうな使われ方をしてしまうんですけど、そうではなく単なる見えざる手でございます。で、アダム・スミスがなぜこの見えざる手という言葉を持ち出したかというとですね、人間というものには共感性が備わっている、相手に共感できる、あの人にはの言うことには本当に共感できるなっていうのが共感性でございますが、人間は共感性を持つ存在であると。で、それを、だんだん読んでいって、私なりの表現で
で解釈するとこうですね、人間というものは、人の痛みを痛み、人の喜びを喜べる。それが人間の、人間たる特性であると。この、まあ人のこう状況に思いを馳せることができる共感性が人間を人間たらしめている。でそのような特性を持っている人間同士が構成している経済活動の場であり、社会であるがゆえに見えざる手に、導かれるがごとく、そこには一定の調和が形成され、たとえ個々人の人間たちが自分の利益だけを追求していても、そこに人の痛みを痛み、人の喜びを喜べる人間的感性がある限りにおいて、全ては丸く収まっていくのだと。それが人間による経済活動の本来の姿だというふうにアダム・スミス先生は言っております。だからアダム・スミス先生はかわいそうなことに結構誤解されていてですね、この見えざる手というのが独り歩きしたがゆえに、あいつは、この、まあ新自由主義の旗振りだった、強欲資本主義のリーダーだった、理論的リーダー謎というふうに言われがちでございますが、全然そんなことはなくですね、彼はこの共感性を有する人間の営み、人のために流す涙を持っている人々の営みとしての経済活動の在り方、というのは、この、それこそお互いにお互いの公正と真理に信頼して、渡していくような姿になっていくんだよと、いうことをこの国府論およびそれのに先立って彼が書きました、道徳感情の中で、まあ、語って、おります。それでそのことを、まあ、私は学びましてですね、ちょっとうんとひるんだところがあって、それはなぜかというと、アダム・スミス先生ちょっと人が良すぎないかなという気がして、だって人の悲しみを悲しめない人と、人の喜びを喜べない人々が結構世の中にいるではないかというふうに、思ってしまったんですね。先ほど申し上げた通り、ドナルド・トランプとかウラジミル・プーチンとか、習近平とか、その他諸々の人たちは、この人のために流す涙なんて持ってないよな、だからちょっと先生がおっしゃることはどうだろうというふうに思って、まあひるんだんですが、でもちょっと考えたらすぐ分かりました。なるほどと、この、まあ、人の悲しみを悲しみ、我が悲しみとし、人の喜びを我が喜びとするということができない輩は要するに人間じゃないんだということで、だから、まあ、あの人たちが人間の皮をかぶっておりますが、人間ではないんだから、やつらのことをこういう脈絡の中で心配する必要はないと、いうふうに今結論がつきまして、ものすごくすっきりいたしました。だから今アダム・スミス先生にすごく感謝をしていると、いうことでございますが、というわけで、まあ、しかしながら、この残念ながら、慈しみとまことのすれ違い、正義と平和のいがみ合いを今我々は本当に目の当たりに見てしまっているわけですが、だけどご安心くださいというので、でもここに日本国憲法、グローバル憲法と、別名を与えるべき日本国憲法があり、その前文があって、そして、9条があるということが、この、まあ正義と平和のいがき合いをもたらすという観点から考えて、実に、この、まあ、頼りがいのあることであるというふうに、まあ、私は思えるのでございます。ということで、じゃあ今度はこの憲法9条に見る正義と平和の抱き合いということについて考えていきたいと思います。ここにお集まりの皆様でございますから、もう憲法9条の中身は徹底的に、この、まあ、熟知されているわけでございますけれども、まあ、念のために一応その、まあ根幹的な部分を、まあ
おさらいをしておけばですね、その1として、日本国民は正義と秩序を基調とする、国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、前後の目的を達するために陸海空軍とその他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないというふうに今、書いてあるのでございます。改めて、なんと潔の良い宣言かというふうに思うところでございますよね。でこれを読むと、この、おとましの安保三文書、というものをよくああいうふうにイケシャーシャーと打ち出すことができたものだ、というふうに思いますよね。あの安保三文書の中で語られていることの全てが、この、憲法違反であるというふうに、言って、間違いのない、ところだと、私は確信いたします。でまあ、だからこそ、でしょうけれども、あの三文書については、この国会審議などを一切得ずして、この、閣議決定で、ご了承してしまったと、いうことで、その下で軍備増強がどんどん進んでいくと、いうことに今、なっているわけでございまして、改めて本当に恐ろしい、状況がこの目の当たり、我々の、目の当たりに生きていると。いうふうにつくづく思ってしまうところでございます。ということなんですが、じゃあここに書かれていることをちょっとこの正義と平和の抱き合いということとの関連で考えてみると何が言えるということでございますが、まずこの最初の部分ですね、正義と秩序を基調とする、国際平和を、誠実に希求するというふうに今、書かれているということ、でありますが、それをどう解釈するかといえば、要はここには正義、と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求すると言っているのでありますから、つまりはここには間違いなく正義と平和の抱き合いが存立するというふうに、言えると、思います。正義、を、基調とする、そしてそこに国際平和、が、形成されると、そういう方向性を誠実に、希求すると、いうことで、ございますので、ここには間違いなく憲法9条の中に、正義と平和の抱き合いが、間違いなく存在するということでございます。そして正義と平和を抱き合わせるという方向に向かって誠実に力いっぱい進むということを言っているわけでございますので、だからこそ武力による威嚇または武力の行使は永久にこれを放棄するというふうに今宣言しているということになります。いかにすれば、正義と平和を抱き合わせることができるのかといえば、それはこの武力の行使を永久に放棄することによってなのだ、というふうに、この、憲法9条は宣言をしているということで、ございますから、ここにはもう本当に実際にそういう答え、回答が出ているということでございます。だから軍隊は持たないんだ、ということを言っているのに、冒頭のご挨拶の中にもありましたようにシームレスというような言い方をするというところに今来てしまっているということが、実にこの、それは恐ろしいことであるというふうに、思うわけでございます。でだからこのような宣言をしている、憲法前文では、諸国民のとの共和の成果を確保し、そして、この平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼して我が安全と生存を、保持すると決意していて、そして、この他国のことを無視して、自分の国のことばっかり考えてはていてはいけない、ということを肝に銘じていて、そして、
この、正義と平和が抱き合う世界を作るために、この、永久に、武力行使を放棄すると言っているこの日本国憲法があるがゆえに、だからこそ、日本には、堂々と、ロシアに向かってウクライナ侵攻をやめろということが言えるわけでございますし、だからこそイスラエルとパレスチナの人々に対して相手の誠に対して慈しみを持ちましょうということができるということになってくるわけでございます。この平和憲法、グローバル憲法、この今日的な憲法の前文と9条があるがゆえに日本は堂々とこの、とんでもないことをしている人たちに対してそれはダメだ、ということが言えるわけでございます。日本がこの日本国憲法、グローバル憲法を持っている限りにおいて、日本だけは言ってもいいでしょう。決して言い過ぎではないと思います、けれどもこの日本だけはダブルスタンダードじゃないかと、お前はこの経済安全保障とか積極的平和主義とか言って、この軍備増強を、に向かって走っている陸海空軍を持たないとか言いながら、敵地攻撃能力を、形成するのだというふうに、言う、武器の輸出もどんどんやっちゃいそうな勢いになっている、そんなことを言いながら、そんなことをやりながら、この平和でいきましょういうのはダブルスタンダードだというふうに、この日本国憲法が存在する限りそういうふうに日本は責め立てられることがない、わけでございます。言ってることとやってることが一致している、まあ今まではずだったわけですね、しかしながらこの安保三文書で大幅にそこに亀裂が生じてはしまいましたけれども、憲法的、原理原則論は崩れていない、というのが、現状で、ございます。だから、この、だからこそ今こそ、この憲法を守り抜く、ことが、歴史上これまでこれほどなかったように、重要なテーマになってきているということが間違いなく言える、というわけというふうに思います。それをこの憲法審査会の中でやっぱり冒頭の、お話の中にございました通り、どん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 会見の方に、持っていこうとするとこういう傾向が出てきてしまっていると、いうのは、実に許すべからざることであると、思います。でこの、グローバル憲法、グローバル平和のための憲法、を持っている日本にはですね、このプーチン氏を叱りつけ、イスラエルとパレスチナの間に入って仲介の労を取る、そういうことのできる権利がございます。権利がありますということは裏返して、そのこれらのことを履行する義務もあるということでございますよね。この我々はこの日本憲法に対して我々は我々の政策責任者たちはこの平和憲法が示しているこの姿を世界に見せる、その義務があるなというふうに今思うのでございます。ところがところが、その実に不心得な日本の政治家たちはですね、ここぞとばかりもう周辺事情が危なくてしょうがないでしょ、中国怖いでしょ、北朝鮮からボンボンミサイルが飛んでくるじゃないですか、ウクライナみたいに流れ込まれたりしたら、どうするんですか、アジアにおいてもこれと同じようなことが起こる恐れは、ありますよと、昨日今日のウクライナは明日のアジアのどこの国か分かりませんよと、いうようなことをやたら、こう叫び立てて、今こそ、軍備増強の時である、今こそ積極的平和主義の時である、ということを、叫んで、いる、わけでございます。これが本当にこの我々は許してはいけない、ここにお集まりのたくさんの皆様の力の力で、こういう政治家どもを撲滅に追い込まねばいけないと、こういうふうに、強く強く強く思います。
で、そういうことで、我々が胸を痛めているさなかに、これで、予定の話ではこの次のページで最後になりますが、ちょっと、まあ、時間が取りがありそうなので、もう一に他のお話もしていたいと思っておりますが、資料的にはその最後のところに行きました。あの男の許し難き米国議会演説というのでございますが、まあ、あの男っていうのは、まあ、要は船侍男のことでございますが、実際これお聞きになった方もおいでになるかなとも思いますが、4月11日のことでございました。船侍男がですね、アメリカに出かけていって、上下両院の合同委員会で、まあ、演説をいたしましたね。このアホノミクスの大将が、それを受ければ2015年かに、このやはり上下両院合同委員会で演説をこうやっていないのことでございました。そうか、そういえばですね、ちょっとここで思い出しました。この資料の中にも、入れ込めればよかったんですが、ちょっとそれをしているというのはなかったので、ちょっと瞬間、この船侍男の演説の話に行く前に、このアホノミクスの大将の方の、2015年の上下両院合同演説、そして、その後に彼が、笹川平和財団アメリカ USA で行ったスピーチの話をちょっとさせていただければというふうに思います。そこからある意味では全てが始まっているということが、まあ、ありますので、その、まあ、話を、したいというふうに思いますが、まずですね、この、どっちかいいのかな、その笹川平和財団におけるアホノミクスの大将の演説、演説というかスピーチをご紹介いたしますと、その中で彼は、こういうふうに、申しました。アベノミクスと、まあ、さすがに本人ですからアホノミクスと言わないでいたんですが、でも私は密かに期待していたんです。そのうちちょっと舌が滑っていけちゃうんじゃないかなと、思って期待していましたが、その機会はついに訪れることがありませんでしたが、まあ、彼曰くですね、私の、まあ、アベノミクスと、私の外交安全保障政策は表裏一体の関係にございます、というふうに言ったんですね。で、それに対して司会者が質問をしてですね、総理、今あなたはあなたの経済政策アベノミクスと、あなたの外交安全保障政策は表裏一体の関係にあるというふうに、おっしゃいましたが、それはまあどういうことでしょうか。もう少し、この具体的に教えてくださいというふうに、言ったんですね。そうしましたらば、それに対して、アホノミクスの大将は何と答えたかというとですね、要するに日本経済を再び成長させることができるようになり、日本経済がしっかりデフレから脱却し、そして、まあ、力強くものをこう、まあ、動き出すということになれば、そのことに伴って国防費もしっかり増やすことができるようになります。その意味で、このアベノミクスは私の経済観光安全保障戦略の土台、経済的土台を、まあ、構築するものなのであります。そのような意味合いにおいてこの両者は切っても切れない関係にあるのですというふうに宣言をしたんですね。で、これは実に驚くべきことでございますよね。つまり経済成長を、日本経済を再び成長できるような経済に持っていくこと、日本経済をデフレから脱却させること、それを彼らは何のために追求していたかというと、それは決して、日本人、日本国民を幸せにできる、経済活動の姿を取り戻す、実現するためではない。そうではなくて、軍備増強ができるようにするために、それを可能にするような強い経済を作る。これがアホノミクスの下心だったということを、大きな声
声で宣言をしたわけですね。まあそこまではっきり言っちゃうと下心とはもはや言えないですね。下心というのは一応隠していて、それを我々がこう探り当てるということですから、あの時の宣言は下心宣言というよりはもはや上心宣言、と言った方がよかったかもしれません、けれどもまあそういうことを、言って、あれがやっぱり彼が考えていることだったんだなというふうに今、つくづく君は思いました。あともう一つ、この議会演説の方で、実に、これまがまた愕然とすることを言ったのがですね、皆様、ご記憶がよみがえるかなと思いますけども、あの TPP 協定というのが、今アメリカはそこから脱却してしまいましたけど、経済連携協定が日米間で、まあ、日米を含めた、国々の中で、形成されようという方向で当時動いておりました。TPP というのはトランスパシフィックパートナーシップ協定、TPP、環太平洋経済連携協定というものでございました。でこの TPP、環太平洋経済連携協定を、安倍、首相は、盛んにプロモーションしようと、していたのでございます。でその話の流れの中で、議会演説においてはですね、彼は、TPP、は、このこうには、まあ、その経済効果も去りながら、そこにはとびきり重要な戦略的価値があるのだ、というふうに、まあ、申しました。でそれを聞いて私はまた実にびっくりしたんですが、その時点で、この確信をしましたのが、この TPP は実は TPP ではないなというふうにあの時思いました。TPP はトランスパシフィックパートナーシップ協定、ですが、実はそれはそのこの協定の本質ではない、正体を表してはいない。TPP は私は実は TYP だというふうに、思いました。 TYP とは何か、TPP はトランスパシフィックパートナーシップ協定ですが、 TYP はとってもやばいパートナーシップ協定ということになります。私は思ったのでございます。どこがやばいかというと、この戦略的価値が大きいという認識なんですね。TPP は経済連携協定でございます。そしてそういう経済関係を強化するという取り決めに戦略性を持ち込む、ということはしてはいけないというのが、第二次大戦終了後の以来の、この、まあ、国々の、まあ、暗黙の認識でございました。と申しますのもですね、この経済連携協定的な取り決めに戦略性を持ち込むということを国々がどんどんやり始めたことによって、それが結局のところは第二次世界大戦に今つながってしまったという深い反省があったからで、まあ、ございます。じゃあその経済関係に戦略性を持ち込むというのはどういうことかと言いますと、まあ、例えば、その、まあ、天然資源を自分のために独り占めするために、それを戦略的目的として、パートナーシップを組む、とかですね、領土の拡張を狙って、特定の国々と手を組む、とか、そしてあるいは我が国の製品のための市場を囲い込むために、このある国々との間だけで、経済統合や経済連携関係を組む、こういうのが、経済関係にこの戦略性を持ち込むということの意味でございますが、それをやると、この結局は分取り合戦にどんどん行ってしまい、囲い込みであり、そしてこの排除の論理につながっていって、やがては武力衝突につながる。その一連の展開を目の当たりにしたがゆえに、以来国々は経済関係に戦略性を持ち込まない、
いうこの、まあ、ことで、来ているはずだったのでございます。これは経済活動とは、人の痛みを我が痛みとこうし、人の喜びを我が喜びとできる、者たちの、まあ、活動だというアダム・スミス大先生の認識にも重なってくるものだと思います。が、いずれにせよ、この経済関係と戦略性を結びつけるというのは、根源的にタブー、なはず、で、ございます。で、まあ、そういうことは言ってはいけない、やってはいけないということに今なっているはずなので、まあ、ございます。けれども、それを、アコノミクスの対象は、宣言してしまっているんですね。しかもそれを上下両院合同委員会というこの、まあ舞台で 大々的に言っているんです。ですけど、さらに面白いことには、その、まあ彼の演説の英語バージョン、彼は演説自体は日本語でやったのかな、ですけれども、その、まあ、英語バージョンというのが出ておりまして、でその中で、この、TPP の戦略性はすごいという言い方が英語で、出て、います。そのまあ、という表現になっているんですが、どういうわけか、日本語のバージョン その演説記録には、その戦略性がすごいという言い方は出てきていないんですね。これは多分やっぱり外務省あたりの人たちが、これ言ってることやばいから、このまんまは出せないなというふうに思ったんじゃないかなというふうに推察いたします。それだけとんでもないことを喋っていたというわけでございまして、まあ、それがこの、まあアコノミクスの大衆のアメリカ訪問におけるこの、まあ非常に注目すべき聞き捨てならない発言の数々であったということを、まあ、今にして改めて、まあ、思い出します。このアコノミクスの大衆以来初めてこの古な侍男が上下両院で演説をするということが、まあ、という展開になったがために今の一連の話をちょっと、まあ、思い出したので、ぜひこれも、まあ、皆様と共有させていただきたいと思いました。で、まあ、以降、TPP が出てきたら、あるいは TYP がということを、ですね、思い出していただき、これもまたちょっと普及させていただけるといいかなというふうに、まあ、思うところで、まあ、ございます。というわけで、アコノミクスの大衆の、まあアメリカでの、まあ、演説アンキャの中にはなかなか衝撃的な、ものがあって、それを、まあ決して忘れてはいけないなと私はずっと思ってまいりましたが、それから、まあしばらく経ってまたまた、日本の、まあ、総理大臣が上下両院合同委員会演説をやるというので、この両者がちょっと頭の中で、退避されるわけでございますが、うちの船侍男の演説も相当に衝撃的でございました。衝撃の意味が全然違う、ことはないですが、相当波長が違うのでございますが、ちょっと、まあ、びっくりを、いたしました。7月11日の、夜のことでございますが、アメリカでは朝やってたんですけれども、たまたま私はその、テレビでその、ライブ配信、船様侍男の演説の生放送を見てしまったんですね。見てしまって、見始めてしまって、うーっと思って逃げ出そうかなと思いつつ、いや、やっぱりこんな調子で続くんだったらば、やっぱり最後まで聞いといた方がいいだろうと、思って、もう我慢して我慢して、このなるべく遠ざかりながら見ているという感じだったんですが、何がこの、まあどう衝撃的だったかっていうと、まあ、そこにも書いてございます通り、あのライブ配信はもう、唖然呆然必然の、まあ連続というかですね、というかまず最初に唖然が来てですね、次に呆
ございました、これ全部見る、私のように勇気があった方はよくお分かりになると思いますし、まあ、結構いろんなところで流されていましたからお気づきになったと思いますけれども、まずこのあぜんはですね、その船侍ごとくのはしゃぎぶりですね。もうあんな顔を日本において船侍男がしたのは私は見たことがありません。もうほっぺ真っ赤っていう感じになってるんですね、もうワイ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 っていう、もう湧き上がるような感じで、もう、まあ笑いがどうしてもこぼれがしてしまうというような感じで嬉しそうに、お話をしていましたね。でまあ、英語でやってる僕ちゃん偉いっていう感じもあったのかもしれません。で、まあ、そんなに下手な英語ではない、まあ、小さい頃にアメリカにいたということもあって、聞くに耐えないような英語ではなかったんですけれども、いずれにしてももう僕ちゃん嬉しいっていう感じが、もう10倍しちゃって、ちっちゃい頃ボストンにいてとかですね、そういうようなことを、ワイワイ言いながら、この本当に本当にあの人にああいう表情があった、ということを私は初めて、知りました。もう議会、日本の国会で答弁してる時なんかはもう本当に、顔の筋一つ動かないボワッとした、これがやっぱり船侍の表情かなと思う、格好でしか話をしていない、この周りに目を向けるとかいうこともない、声をかけるというようなこともない、それがもう飛び上がらんばかりに、有頂天になっているというのも、これは一体何だという、ふうにまずそこで唖然が来たわけですね。でそのうちだん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 ではないですけど、すぐ次に、この馬、唖然が馬を生まれるし、唖然が来て、次は呆然が来たんですが、これがですね、このもうあまりにも、この馬、聞くに耐えないダジャレの連発、これがですね本当にもう呆然とするほかはないという感じでございました。この最初のところは結構日本語にもなって報道されてたと思いますけれども、まあ、彼が入っていって、皆さんよろしくこんにちは、よろしくお願いしますというふうに言ったところで、まあ、お定まりの感じでですね、アメリカの議員さんたちがわーっと、この大拍手大喝采、を送った、であのすぐスタンディングオベーションになるんですよね。だからまあ、それでそんなに、喜んだりびっくりするようなタンピの話でもないんですが、もうわーっと拍手が来たところで、自分は日本の国会でこんなナイスな拍手を受けたことはありませんと言って、それがまた受けてわーっとなったんですけど、当たり前だろうっていう。でそんなあんなに船侍側で喋ってて、そんなナイスな拍手が来るわけないのに、それで、受けに行こうとするっていう、この恥ずかしさ、汚さ、いや参ったのではというふうに、まあ、思った、ので、まあ、ございますが、ですね、それからもうちょっと後で次に、ところで皆様、本日のギャラリーにいるあそこの白いスーツの、女性が我が妻でございます。彼女をご覧になれば私の選択はいつも正しいというお分かりになりますでしょうと言ったんですね。これがまあなんと、もう本当にこう顎が外れちゃうぐらいの、この子が、まあ、呆然となのかはなかったということでありますが、それでもまあその議員の皆さんは、一生懸命拍手をしてくれていました。ただですね、まあ、あれは上下両院の合同委員会演説を外国の要人が演説をするときは、もうスタンディングオベーションワンは、もうスタンダードパターンですね、標準行動です。大統領の一般教書演説でもそうですけど、そうやってまあ盛り上げるのはもう、上等行動、当たり前の行動、ですので、それがずっと続くわけですけれども、ただ一つ一箇所だけですね、そんなにわーっという喝采にならなかったところがございました。多分あれ、議員さんたちと僕に喋ってることはあんまり聞かない。
サンキングオペレーションの、こうタイミングだろうっていうんでやってるんじゃないかなと最後思うことがございますが、意外とちょっと盛り上がらなかったくだりがございました、まあ、パラパラ拍手とまではテンション下がってませんでしたけれども、かなりこうちょっと迷った感じの拍手のくだりがあったんですね。でそれはどういう場面であったかというと、それが船園愛男がですね、日本はアメリカという国を尊敬していますが、アメリカ経済のこともとても高く評価しています。だから、日本はアメリカに対する最大の投資国、でございます。そしてアメリカの地において多くの雇用を日本企業が生んでおります。特に製造業において良質の雇用を日本企業はアメリカで生み出しておりますというふうに宣言をしたんですね。そこはちょっとかなり躊躇の、拍手、まあさすがにブーイングは出なかったですけれども、ちょっとふわーっとこう、まあ、雰囲気が変わった、場面でございました。これはもちろんこの、まあ日鉄による、新日本製鉄による US チームの、買収話があるからでございますね。でそれに対して、まあ、この鉄鋼労組の人々を含め、多くのアメリカ人たちが警戒心を持っている、バイデン大統領も、まあ決してそれを推進する方向には向かっていないという中で、ああいうことを言う、日本が投資してやってるんだぜっていう感じのことを言う、雇用を生み出してるぜ、しかも製造業だよっていうような言い方をする無神経さ、というのはちょっとこの唖然呆然とはやや、この違う、この、まあ、イメージなんですけれども、そういうことも、そういう無神経さ、もう非常に強く感じました。まあ、難しい案件ですけど、言及しないわけにいかないということで、もうちょっとデリケートな言い方ができなかったのか、と思いますが、まあ、これは彼の船園愛男の、まあレベルの低さか、スピーチライターのレベルの低さか、両方か、ですが、そこはちょっとかなり、やばい局面で、まあ、ございまして、面白いなと、思って、だからやっぱりちゃんと聞いててよかったなと、思ったんですけれども、そういう場面もございました。でそうこうするうちに、まあ、だんだん最後の方に、スピーチは、まあ、まあ向かっていって、ですね、そう なるとだん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 この立前感ゾッとする感じ、というのが、まあ、まあ私としては強まってまいりました。というのはですね、次から次へと、この船園愛男が、まあ、この、まあ、勝手なことを言い出すんですね。でこの私は、日本の安全保障戦略の歴史的大転換を実現いたしました、などと言い、そしてこれがまたすごく怖かったんですけど、これからの日本は、アメリカに対する控えめなパートナーではもはや、なくなります。アメリカにとってこれからの日本は強いパートナーになっていくのでございます、というふうにも宣言をいたしました。でまさにシームレスに行動していくんだという言い方もしておりました、そして敵地攻撃能力を、まあ、持つということについては、まあ、それにつながる言及がございました。でそれらのことと憲法との整合性をどう考えているかなどということについては一言も言及がありませんでした。日米間のパートナーシップは新しい歴史的局面を迎えたのです、ということを、高らかに、宣言しているということがどん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 出てきてですね、後ろの方は相当きな臭い、という意味で立前感増加させるものにどんどんなっていったということがございます。この控えめなパートナーじゃなくて強いパートナーになるんだっていうのは本当に恐ろしいことですし、今申し上げましたことのどの一つをとっても我々日本国民には断りなしでございますよね。我々がこんなことを言っていいというこの許諾を彼に与えたことは一度たりともないのでございます。先ほど申し上げました通り、安保3文書は、この閣議決定しただけ
の代物でございますから、それをベースにあんな次から次へと、アメリカにバイデン大統領に、約束をすると、いうことができる、はずはない、許されるはずはない、のでございますが、それをあんなにはしゃいでやってしまっていた、ということ、これは、まあ、安倍演説も相当に恐ろしい、ものでとんでもない本音が飛び出ていたわけですけれども、この船さんない男のああいうふわふわふわとした感じで、こういう怖いことがさっさと記録に残っていってしまう、ということには、まあ、まさしく立然とせざるを得ないと、いうことで、まあ、ございます。まあ、恐ろしいことの連続でございますが、我々にはこのグローバル憲法があると、いうことで、まあ、ございまして、それを読んでに、頑張っていかなければいけないと思います。でその頑張っていくにあたって、この頑張るよりどころとなる、この、まあ、ことをですね、言葉、これをまた、まあ、皆様と、共有させていただく時間が、となんかありそうな感じなので、まあ、ちょっとぜひこれも共有させていただきたいと思いますが、それは何か、どういうことかというとですね、このそれはすなわち、光は闇に必ず勝利するということでございます。今、我々はとんでもない恐ろしい暗闇に飲み込まれそうになっておりますよね。この世界情勢的にも非常に緊迫して、この、まあ、生々しく恐ろしい状況になっておりますし、日本の政治状況、憲法情勢というものが本当にひたひたという暗闇が押し寄せてきて、我々を飲み込んでしまうのではないだろうか、というふうにな、気持ちに駆られる、この今日のこのでございますが、決して、そういうこの恐怖に、まあ、怯えて、絶望する、あるいは諦めて、は、まあ、いけないと思います。こういう状況の中では諦めることが絶対に、このやってはいけないことだと思います。状況は変わる、状況は変えられるということでございまして、必ずや我々は闇に、囲まれておりますけれども、ここにいる我々はみんな光の子でございますよね。この、まあ、光を世の中にこう、まあ、広めていこうと必死で、頑張っている。ここはあの光集団でございます。光集団というとちょっと宗教団体みたいなちょっとやばい感じがいたしますが、そういう意味ではない、あの清く正しい光でございますが、光は闇に、必ず勝利するのでございます。なぜかといえば創世書に書いてあるのでございます。これはあのこっちの方はさっきの旧約聖書のお話でございましたけれども、まあ、この今から申し上げることは、あの新約聖書、イエス・キリストが登場する、登場してからの部分の、まあ、ヨハネ・ミルキオル福音書というパートの冒頭に出てくる、この初めに言葉ありきというフレーズで始まるセクションであります。言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ということでずっとつながっていくんですが、その言葉は世に、まあ、光を与える言葉であった、というふうにだんだん話が、展開をしていって、そして光は、世に輝いていた。しかし暗闇はそれを知らなかった、それを理解できなかった、というふうに話が展開していきます。この光が闇をつんざいて切り裂いて、この輝かしく赤々と光っているのに、その、光を闇は認知することができなかったのであるというふうに今、この話は展開していきます。光が、闇の中で輝いている、しかし闇はそれを理解することができなかった、それを感知することができなかったというわけでございます。闇には光が目の前にあるということさえわからない、自分を、この切り裂いてくる光の目の当たりの存在が見えないのでございます。見えない敵に勝てるわけがございませんから、
闇は絶対に光に勝つことはできない。で、闇は自分の闇であることさえわからない、だと思います。自民党の政治家たちは自分たちが真っ黒家の存在だっていうことも多分認識することができないでしょう。ですけれども、我々光の子たちには闇がすごくよく見えますよ。どんな闇か、ああいう裏金工作やってて平気だっていうのはもう闇が全然分かってないということですが、我々にはその闇がどんなに凄ましい闇であるか、ということはよくよく分かります。いろんな闇の種類を見極める、見分けることも我々にはできます。ですから我々は必ず闇に勝利することができるということで、その思いを、共有して、これからずっと進んで、まいりましょう。お願いしたいと思います。ずっと本当に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 なりましたので、今日もお付き合いありがとうございました。なるべく大口の投資家に泣いてもらいますって
ことは日銀がもうその異次元緩和はやめだって言ってる割には国債をは、今までと同じ水準で購入し続けている。だそこには大きな矛盾というかこのごまかしがあるわけで、日銀も困っている、いるだろうと思いたいし、まあ、上田さんは多分本当に困っているだろうと思います。黒田さんは全然困ってなくてかもしれませんけどもあれはまあ回し物でしたから、上田さんはそうではないけれどもやっぱり ここで、国債、日本国債が破綻するというようなことには持っていけないので、悩みながら悶絶しながらやってるんだろうと思いますが、それでもその、今申し上げたように、その小口投資家を痛めつけるようなことはやらないやり方っていうのを考えることはできないことではないと思います。だけどそういう、正直な誠実な対応を彼らがするかというとひょっとするとその方向ではなくて、もう金融と財政を一体運営にしてしまう、ということで、このまあ、というふうになるっていうことは要は日銀がずっと、内での小槌のまんま、で政府の債務を引き受け続けるっていうことですが、そういうこうもう金融政策と財政政策を、一体化して、しまう、そういうこの、金融と財政の一体運営ということで、合同財政金融合同政府体制みたいなものを作るという方向に行ってしまうかもしれません。そうなるとこれはもう完全に統制経済です。経済的国家主義です。我々がはそうなってしまったらもう一体運営になってしまうので、この、どれだけ日本国政府が借金しているかもわからない、というような状態で、まあ、金を彼らが使い放題に使います。その多くの部分が動きに回るようなことにもなりかねない。もしこの政府と、財政と金融の一体運営、合同政府部門というのができるということになると、もう国家予算というのも編成されなくなっちゃうでしょうね。で国家予算を、国会で審議するというような、こともなくやりたい放題になるというような、そういう強行突破の方向に、向かう恐れさえ出てきているということも我々はやっぱり頭の中に入れておくべきではないかなというふうに、思います。ですから、まあ、国債はもう、もう手放していただくのが一番いいだろうというふうに今、思います。今のうちに。ということで、それもやはりその恩賞も考えておいていただく必要があるかなと思います。ありがとうございます。それからですね、今日、お見えの皆さん、私と一緒になっていたんですけど、高齢な方が多いと思うんですけども、横文字の質問です。接種の仕方がステルス的に高度になっているということが、経済という本があるんですが、その5月号に出てたらしいんですね。それでそのステルスという言葉を教えてくださいということなんです。はい、わかりました。何が次第にステルスって行われる、搾取という言葉は私の自分の本の中でちょっと、使ったりしていますが、ステルスというのは見えないように隠れてそっとという感じですね。だからステルス搾取は、隠れ搾取です。露骨に搾取しているということがわからないような形で労働者をいじめるのがステルス搾取です。で、ステルスというのはステルスという兵器がありますよね。音がしない、レーダーに引っかからない、で見えないのに急に攻めている、それがステルス兵器というものですが、ステルス裏に何事かを運ぶというのは秘密裏に何かをやるということですからです。ステルスというのはそっと秘密裏にという意味でございます。いや、ステルス戦闘機なんていうのがあるまさにそうです、はい、というお答えでした、それからですね、今国連についての質問なんですけれども、
先の戦争で国連ができたはずなんですが、それが完全にこう役目を果たしてないではないかというご質問なんですけれども、これが何とかならないでしょうか。まあ何とかしたいところです。何とかしなければいけませんね。でその今本当に大きなネックになっているこの戦争戦後直後の金利上げであるこの常任理事会の構成の問題、これをやっぱり変えるという勇気を持って そっちの方向に動き出すということがなければ何も変わらないと思います。でそれに役に立ってくれるのであれば、今グローバルサウスという、これもまた横文字ですけれども、この、まあ発展途上国そして新興諸国、がこの大いに力を持ってきている彼らのが、団結して、この、まあ懸命な声を上げてくれるということになれば、今結構この先進国側があの、まあグローバルサウスの取りっこをしているという感じもありますよね。この、まあ彼らの人気を集めようとして一生懸命動いたりしている、そういう状況をうまく、利用してそれこそステルスを持ってですね、賢きステルスを持って国連改革、を誘導してくれるといいと思います。そのためにはグローバルサウスの中、の、結束、そして、懸命なる話し合い、リーダーシップの分かち合いというのがものすごく重要になってくると思います。それを賢くリードすることができる、国々が、このグローバルサウスの中に、出てくるかということですけど、過去の、経験から言えば、そういう賢い、調整役とか賢いリーダーシップとかしたたかな組織化、そういうのがうまいのは大体小さい国々でございますので、シンガポールとかフィリピンとかインドネシアはちょっと小さくないんですけれども、そのいろんな、ソロモン諸島とかですね、ああいう小さい、国々で頑張って自らの存在を維持しているグローバルサウスの、賢き、小国たち、彼らに今一抹のあるいは一抹以上の希望があるというふうに、私としては考えたいところでございます。講演の中でも触れられたかなと思うんですが、今中国、ロシア、北朝鮮の脅威がいろいろ言われていて、私たち巷の人たちもそれを真に受けてしまっているところがあるんですけれども、それに対してはどのように対応したらいいでしょうか。まずこの丸め込まれないっていうことですね。その脅威論にもう あいつらは本当に恐ろしいやつらで、もう本当に警戒しておかなければいけない、だからやっぱりこの安保戦略も必要で軍備増強も必要だっていうふうに、誘導されないようにすると、いうことが一番重要だと、思いますし、そして、北朝鮮はなかなか難しいかもしれませんけれども、中国にせよロシアにせよ、どこに彼らの悩みがあるのか、どこが自分たちの弱みだと思って、そこを、隠蔽する、あるいは、強化するために突っ張っているのか、彼らの突っ張りの元がどこにあるのかということをしっかり見抜くと、いうことが重要だと思います。でそれはその、突っ張りの、原因を攻撃するのではなくて、こうやったら助けてあげることができるかもしれないという、どんな、知恵を彼らに授けることができるかという観点から考えてみるというのも重要なことだ、と思います。大体みんな優しくされたことのない人たち、ですから、この本当の優しさ、それこそ人の痛みを我が痛みと、受け止められるような優しさを持って、彼らがの内なる悩みがどこにあるのかということを考えてみると、いうことをすると、ちょっと脅威というイメージとは違う目で彼らを見ることができるようになるかなと思います。ありがとうございます。これが最後の質問になるんですが、ここにいらっしゃる皆さんはみんなこのように思ってらっしゃる方が多いと思います。国政選挙ですね、野党共闘の鍵は何だと思われますか。
親と教頭の鍵はとても難しいですけども、鍵ね、鍵っていうことになると、まあ一つは共産党さんがどこまで忍耐強く頑張ってくれるかっていうのは大きいと思います。で、立憲民主党がどこまで勇気と、連帯を持てるか、ということはもう大きいと思います。やっぱりですから結局は立民と共産の連携、こう連帯がどううまく機能するか、ということだと思います。今回の路線では割合にその辺がうまくいったようですので、それが一つの火の型になるかなと思いますが、やっぱり両者の間に、徹底的なこの信頼関係、と、まあ、こう連帯の思い、が形成されることが、とても重要だと思いますし、でその方向に向かって我々が彼らを勇気づけるということ、励まし続けるということが、まあ、重要だと思います。我々の皆さんの励まし、というのが結構、まあ、野党共闘の中で大きな、役割を果たすのではないかなと思うところでございます。ありがとうございました。私今回のチラシのプロフィールを見まして、先生がお酒がお好きだって最初に書いたんです。で、私そこだけは一緒だなと思ってすごく嬉しくなっちゃったんですけど、また機会がありましたらぜひお話をいただきたいと思います。今日はこの辺で、先生本当にありがとうございました。ありがとうございました。